それではですね、お時間になりましたので始めていきたいと思います。本日は AWS Blackbelt オンラインセミナーをご視聴いただきましてありがとうございます。本セミナーでは AWS AppMesh Deep Dive と題しまして、ソリューションアーキテクトの落ち水がご説明させていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はじめにですね、簡単ですが自己紹介をさせていただきます。 改めまして AWS Japan でコンテナのソリューションアーキテクトをしております、落水京介と申します。主にですね、AWS のコンテナ関連のサービスを担当しておりまして、本日ご紹介する App Mesh であったり、好きな AWS サービスとして挙げている Amazon Elastic Container Service、略して Amazon ECS ですね。こちらや Amazon Elastic Kubernetes Service、略して Amazon EKS ですね。 これらを中心に担当しております。普段はクラウドでコンテナを活用して業務を改善したいというお客様にですね、技術的な支援をさせていただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ではですね、内容に入る前に AWS Blackbelt ラインセミナーの説明をさせていただきます。AWS Blackbelt ラインセミナーとは、サービス別や業種別など、 さまざまなテーマに分かれて、Amazon Web Service Japan が主催するオンラインのセミナーシリーズとなっています。本日ですね、ライブでご参加いただいている方は質問を投げることが可能となっておりまして、ツールの吹き出しをクリックしていただいて、質問を入力後にですね、センドボタンをクリックすることでご質問いただきます。この質問は主催者にしか見えないようになっていますので、ご不明な点があればぜひですね、お気軽に ご質問いただければと思います。頂戴したご質問につきましては、時間があれば本セッションの最後に回答させていただければと思いますが、あるいはですね、後日、AWS ブログにてご質問への回答を掲載させていただきます。なお、今後のロードマップに関するご質問にはお答えできませんので、その点をですね、あらかじめご了承いただければと思います。また、シャープ a w s b l a c k b e l t という Twitter の ハッシュタグをご用意しております。本セミナーに関してですね、ご意見やご感想などございましたら、ぜひこちらのハッシュタグでツイートしていただいて、盛り上げていただければと思います。続いて、内容に関する注意点についてご説明させてください。本資料は、本日ですね、10月14日のサービス内容及び価格についてご説明しております。資料の作成にはですね、十分 注意しているんですが、もし資料内の説明と AWS 公式ウェブサイトの記載に相違があった場合ですね、公式ウェブサイトの内容を優先させていただきますので、その点をご留意いただければと思います。はい、ではですね、内容の方に入っていきたいと思います。はじめに本セミナーの概要についてご説明させていただきます。本セミナーでは異なるプラットフォームで稼働する サービスのサービス間通信にアップメッシュを導入するメリット、こちらについてご説明いたします。このサイズですね、具体的な例といたしまして、Amazon ECS と Amazon EKS のそれぞれで稼働するサービスのサービス間通信にアップメッシュを導入する場合を想定してですね、ECS および EKS におけるアップメッシュの具体的な利用方法をご説明いたします。また、本セミナーの 対象者といたしましてはアップメッシュの導入を検討しているアーキテクトの方や技術者の方を聴講者として想定しております本セミナーの中でですね具体的な例を用いてアップメッシュを導入する際の構成であったりとか導入手順についてですねご説明させていただきますので実際にアップメッシュをご利用いただく際のイメージが持てるようになっていただけますと幸いです でではですね、本日のアジェンダはこちらとなります。まずですね、具体的なアップメッシュの構築であったり、その手順ですね、その説明に入る前に、皆様と前提となる知識や認識を揃えておきたいと思います。そこでですね、はじめにサービスメッシュとアップメッシュについて、簡単ではありますが、ご説明させていただければと思います。その後ですね、Example for AWS AppMesh としまして、ECS。 および E ケースで稼働するサービスを例として、アップメッシュを導入する具体的な手順や構成についてご説明いたします。最後にですね、アップメッシュのご利用料金など関連情報についてご紹介させていただきます。では、はじめにですね、サービスメッシュについてご説明させていただきます。サービスメッシュとはですね、一言で申し上げますと、アプリケーションレベルの通信をアプリケーション自身ではなく、 インフラストラクチャー側で制御できるようにする、そういった技術となります。例えばですね、スライドの下の図のように、Node.js や Java といった異なるプログラミング言語で実装されたアプリケーションがですね、それぞれ HTTP で通信していると仮定します。アプリケーションレベルの通信制御としてはですね、通信のリトライやタイムアウトであったり、また通信のログやメトリクスの取得などが必要ですが、これらをですね、 アプリケーション自身で制御する場合、通信制御の各機能を Node.js や Java のアプリケーションに組み込む必要があります。一方ですね、サービスメッシュを導入した場合はどうなるかといいますと、アプリケーションレベルの通信制御をですね、サービスメッシュの基盤で行います。すなわち、インフラストラクチャー側で通信制御を行うことができるようになるため、 アプリケーションに通信制御の各機能をですね、組み込む必要がなくなります。このようにですね、アプリケーションレベルの通信制御を基盤側で行う技術をサービスメッシュと呼びます。続いてですね、なぜサービスメッシュが求められるようにな,うになってきたのか、その背景についてですね、確認したいと思います。現代のシステムはですね、様々な言語やアーキテクチャが利用されている複数の アプリケーションで構成されることが多いかと思います。またですね、クラウドによっていろいろな環境が簡単に作成できるようになったという点も挙げられます。加えてですね、マイクロサービスアーキテクチャを採用しているシステムが増えているという点も大きな要因になっています。ここでですね、サービスメッシュが何を解決するのかについて例を用いて見ていきたいと思います。この例ではですね、 各チームで開発、運用するアプリケーションが、それぞれ通信を行い、システムを構成している様子を表しています。それぞれのアプリケーションが担当する機能であったり、責務、これは異なりますので、各チームはですね、アプリケーションごとに最適なプログラミング言語だったり、コンピューティングプラットフォームを選択して、アプリケーションを動かしています。ここでですね、このシステムにおけるアプリケーションレベルの通信制御について考えていきたいと思います。 アプリケーションレベルの通信制御について改めて整理をしますと、信頼性の確保、そして可観速性の確保、この2つをですね、満たすように各機能をアプリケーションに組み込む必要があります。ここで注意するポイントとしてですね、各アプリケーションに組み込む通信制御の機能は一貫性を持っている必要があります。例えば、リトライ処理にですね、エクスポネンシャルバックオフのアルゴリズムを実装したいと。 考えた場合は、各アプリケーションに同様のアルゴリズムを組み込んでもらう必要があります。またですね、システム全体を同じようにモニタリングするためにはですね、メトリクスの流度やログのフォーマットについては共通にする必要があります。このようにですね、信頼性の確保そして可観測性の確保これらの機能はですね、一貫性を持った形で各アプリケーションに組み込む必要があります。 そこでですね、通信制御の処理を共通化するという観点では、共通ライブラリという解決策がですね、最初に考えられるかと思います。これは各アプリケーションをですね、開発運用するチームから独立したチーム、ここでは共通基盤チームと呼んでいるようなですね、システムを横断的に管理しているチームが、アプリケーションレベルの通信制御を共通ライブラリとして実装して、各チームに配布する方法です。 この方法を用いることでですね、信頼性や過観測性に一貫性を持たせる形で通信制御の機能をアプリケーションに組み込むことができます。しかしながらですね、共通ライブラリの導入においても課題が残ります。例えばですね、共通ライブラリを入れることで既存のアプリケーションの依存関係と衝突するような場合もあるかと思います。 その場合ですね、アプリケーション開発者側は共通ライブラリを考慮して依存関係を整理したり、アプリケーションコードに修正を行う必要が出てきます。またですね、共通基盤チームの目線で考えた場合は、各チームが採用しているプログラミング言語やフレームワークごとに共通ライブラリを実装する必要があるためですね、実装コストが非常に重たくなっています。つまりですね、 アプリケーションと共通ライブラリー、すなわち通信制御の機能が見つけつごとなっているため、アプリケーション開発者と共通基盤チームともにですね、運用負荷が大きくなってしまうという課題があります。そこで登場したアイデアがですね、通信制御の処理を別のプロセス、プロキシに切り出すというものです。つまり、アプリケーション同士が直接通信するのではなくてですね、プロキシを経由して通信することで、 通信制御に必要な機能をプロキシ側で実装するというアイデアです。サービスメッシュはですね、そのプロキシをデータプレーンとして利用して、プロキシを管理するコントロールプレーンを配置することで、アプリケーションレベルの通信制御をですね、基盤側で管理可能にしています。本セッションのテーマでもあります、アップメッシュはですね、ここまでに説明したサービスメッシュを 提供するサービスとなっています。データプレーン、すなわち、プロキシとしてですね、エンボイを利用しまして、そのエンボイを管理するコントロールプレーンを提供しています。ここまででですね、サービスメッシュについて簡単ですが、ご説明させていただきました。続いて、アップメッシュの概要について説明させていただきます。改めまして、アップメッシュとは何か についてご説明いたします。アップメッシュとはですね、データプレーンとしてエンボイを利用して、そのエンボイを管理するコントロールプレーンを提供するサービスメッシュとなります。でもう少し詳しくですね、アップメッシュについて見ていきたいと思います。アップメッシュでは、アプリケーション間がどのように通信するかという設定をですね、ネットワークモデルとして定義することができます。 またですね、そうして作成されたネットワークモデルは、アップメッシュによってエンボイの設定に変換されまして、アプリケーションの前段にいるエンボイプロキシに配布されます。このようにしてですね、アプリケーション間の通信は、アップメッシュ上に構築されたネットワークモデルに従って、エンボイプロキシで制御されるようになります。続いてですね、アップメッシュのネットワークモデルについて確認していきます。 アップメッシュのネットワークモデルではですね、まず通信元のアプリケーション、そして通信先のアプリケーションをですね、ネットワークモデルの中に定義します。通信元のアプリケーションはですね、サービスディスカバリーで通信先のアプリケーションを見つけて、リクエストを送信します。サービスディスカバリーにはですね、リクエストを振り分けるロードバランサーを登録します。 そしてですね、ロードバランサーでは通信先となるアプリケーションを登録してリクエストを振り分けます。アップメッシュではですね、このような形でネットワークモデルを定義していきます。続いて、ネットワークモデルとですね、アプリケーションの関係はこのようになっています。通信元及び通信先として、ネットワークモデルに定義されたコンポーネントがですね、実際のアプリケーションと紐づいている形です。 この実際のアプリケーションとしては Amazon ECS や AWS Fargate で稼働しているアプリケーションを紐付けることができます。ここでですね、App Mesh の動作イメージを具体的に持っていただくために ECS のタスクで稼働しているアプリケーション間の通信をですね、App Mesh で管理する流れをご説明します。この例ではですね、ECS のタスクで稼働しているアプリケーションが 別の ECS のタスクで稼働しているアプリケーションと通信をしていると仮定します。アップメッシュを導入する前はですね、これらのアプリケーションが直接通信をしています。ここにアップメッシュを導入する流れを見ていきます。まずですね、アップメッシュで通信を管理するために、アプリケーション側に e n v o y ロキシを導入します。この e n v o y ロキシの導入についてはですね、後ほど ECS と EKS それぞれの場合について詳しくご説明します。続いてですね、アップメッシュにネットワークモデルを構築します。ネットワークモデルにおける通信元、通信先を表すコンポーネントはですね、実際のアプリケーションと紐づいていますが、具体的にはですね、アプリケーションの前段にあるエンボイコンテナと紐づいています。このような形でですね、 アップメッシュに提携されたネットワークモデルに従った設定がエンボイプロキシにですね配布されることでアプリケーション間の通信が制御されます。ここでですね、アップメッシュを使う上で覚えておくべきトップレベルの概念構成要素について紹介させてください。今まではですね、できるだけ一般的な用語でネットワークモデルを記載していたのですが、アップメッシュのネットワークモデルではですね、 これらとは別のアップメッシュ独自のコンポーネントが構成要素として使われています。具体的にはアップメッシュでのネットワークモデルはスライドの上部にありますこのように構成されます。アップメッシュ独自のコンポーネントであるためですね、見慣れない用語かと思いますので、これらの各コンポーネントについて説明させていただきます。まずですね、はじめに紹介するのはメッシュ。 というコンンポーネントですこれは何かといいますとサービス間の通信制御を行う論理的な境界となります。これはですねサービスメッシュの境界と考えていただくとイメージが持ちやすいかと思います。アップメッシュでですねネットワークモデルを構築する際はまずこのメッシュを作成します。このメッシュの中でですねこの後に紹介するバーチャルノードであったりバーチャルサービス これらのコンポーネントを用いてネットワークモデルを構築していきます。続いてはですね、バーチャルノードです。これはですね、実際のアプリケーションへの論理的なポイントを表すコンポーネントです。実際のアプリケーションとしてはですね、ECS のサービスであったりとか、Kubernetes のデプロイメントがですね、これに該当します。バーチャルノードとアプリケーションの関連付けですが、これはですね、エンボイの 実行時パラメータでバーチャルノードの名前を設定することでですね、アプリケーション、すなわちエンボイプロキシとバーチャルノードを関連付けています。続いてはですね、バーチャルサービスです。これはですね、アプリケーションの通信先となるサービスを表しています。バーチャルノードに関連付けられたアプリケーションはですね、リクエストを送信する際、通信先となる実際のアプリケーションではなくてですね、 バーチャルサービスに対してリクエストを送信します。バーチャルサービスではですね、リクエストのルーティング先として、この図のございますようにバーチャルルータ、ーまたはですね、バーチャルノードを直接設定することができまして、その設定に従って実際のアプリケーションにリクエストが到達します。つまりですね、バーチャルノードに関連付けられたアプリケーションは、バーチャルサービスの情報さえ持っていれば、実際の 通信先のアプリケーションを知らなくてもリクエストを送信することが可能となります。最後ですね、バーチャルルーターです。これはリクエストを複数のバーチャルノード、すなわち実際のアプリケーションに振り分けるロードバランサーを表しています。バーチャルルーターではですね、ルーティング先として単一または複数のバーチャルノードを設定することができるため、バーチャルサービスに対して送信されたリクエストをですね、柔軟に ルーティングすることができますはい。ここまででですね、アップメッシュにおけるトップレベルの概念をご紹介させていただきました。最後にですね、これらの各コンポーネントを整理したいと思います。まずはメッシュですね。これはサービスメッシュの論理的な境界となります。アップメッシュのネットワークモデルはですね、このメッシュの中に構築していきます。 続いて、バーチャルノードですね。これは実際のアプリケーションへの論理的なポインターとなります。続いて、バーチャルサービス。これはアプリケーションの通信先を表しています。最後、バーチャルルーターですね。これはリクエストの振り分けを管理するロードバランサーを表しています。アップメッシュはですね、これらを用いてネットワークモデルを構築していきます。以上ですね、アップメッシュのトップレベルの概念について ご説明させていただきました。ここでですね、関連資料をご案内させていただきます。本日はですね、時間の関係で AppMesh の機能紹介まではご説明することができませんでした。AppMesh の機能紹介についてはですね、先日開催させていただいた AWS b l a c k b e l オンラインセミナーにて、弊社の林がですね、説明しております。そのような情報をお探しの場合ですね、ぜひこちらの資料や動画の方、 ご確認いただけますと幸いです。はい。では、続いてですね、実際に AppMesh を導入する際の構成であったり手順について、具体的な例を用いてですね、ご説明させていただきます。はい。今回ですね、AppMesh を導入する例として、このスライドのようなですね、構成のシステムを考えてみたいと思います。ここではですね、ECS と EKS、 それぞれでサービスを開発しているチームがいると仮定します。各チームのサービスはですね、エラスティックロードバランシングを経由して、フロントエンドのサービスがリクエストを受けて、必要に応じて、バックエンドのサービスであったり、Amazon RDS にアクセスを行うといった構成のですね、ウェブアプリケーションとなっています。当初ですね、ECS と EKS で稼働しているサービスはそれぞれ 独立通していまして、お互いのサービスがですね、通信する必要はありませんでした。ところがですね、ある日、ビジネス上の理由からですね、ECS と EKS で稼働するサービスがそれぞれ連携する必要が出てきました。ECS と EKS で開発をしている各チームにとってはですね、今まで想定していなかった要件が急に降ってきて困惑している状況かと思います。とはいえですね、 困惑していても状況は変わりませんので、サービス間の連携対応を進めていく必要があります。そこでですね、まずは ECS と EKS で開発している両チームが協力してですね、VPC ピアリング接続の作成と ECS および EKS にサンプルのコンテナをデプロイしてですね、ECS と EKS 間の疎通確認までを完了したという状況になっています。しかしながらですね、各チームの アプリケーションの開発者からは、通信制御の機能を追加するために、アプリケーションのコードに手を加えることであったりとか、対抗のサービスのです行動が強くなってしまうことに懸念の声が上がっています。そこで,で、そのような懸念を解消するために、ECS および EKS で開発をしているチームは、サービス間の通信にアップメッシュを導入することを決定しました。 今回ですね、例として用いるシナリオはこのようになっています。本セッションではですね、こちらの構成図に記載がありますように ECS および EKS というコンピューティングプラットフォームをまたぐサービス間通信にですね、アップメッシュを導入する場合の構成であったり手順、これについてご説明いたします。ここまでですね、お話しさせていただいた今回の 想定シナリオを改めて整理したものがこちらとなります今回のシナリオの状況としましてまず ECS と EKS でそれぞれ開発しているチームがあってそれぞれで独立したサービスが稼働していましたここにですねビジネス上の理由からある日突然ですね ECS で稼働するサービスと EKS で稼働するサービスが相互に通信する必要が出てきました ECS で開発しているチームと EKS で開発しているチームはですね、対応を求められていますが、アプリケーションコードを変更したりですね、対抗サービスの結合度が強くなってしまうことを課題に感じている状況です。以上がですね、今回の例で想定しているシナリオとなります。ここに対してですね、今回は AppMesh を導入することで、こちらの課題の解決を図りたいと思います。 はじめに、アップメッシュを導入することで、今回の課題がどのように解決されるのかを確認したいと思います。まずですね、アプリケーションに通信制御の処理を入れるために、コードの変更が発生してしまう点について確認します。こちらはですね、リトライやタイムアウトといった信頼性の確保のための機能であったり、ログのフォーマットやメトリクスの共通化といった可感測成の確保、 これらのための機能はですね、エンボイプロキシ側で提供されます。そのためですね、アプリケーション側の変更は最小限にしたまま通信制御のための機能を各サービスに持たせることができます。次にですね、対抗サービスとのゲスコードが強くなってしまうという点について確認します。こちらはアップメッシュを導入することでですね、アプリケーション側はバーチャルサービスに対して リクエストを送信するだけで、通信先となる実際のアプリケーションにリクエストを送ることができるようになります。つまりですね、対抗サービスの状態であったりとか、新バージョンのリリースなどに伴う構成変更にですね、依存しない形でアプリケーションを運用することができます。このようにですね、想定している課題について、アップメッシュを導入することで課題の解決が期待できることを確認しました。 続いてですね、アップメッシュ導入後のリクエストの流れについて、アップメッシュのネットワークモデルを用いて説明します。今回はですね、ECS および EKS で稼働する各フロントエンド、各バックエンドのサービスをそれぞれバーチャルノードとして登録します。そうすることでですね、ECS および EKS をまたぐサービス間通信だけでなくてですね、ECS や EKS の中でとしているサービス内の通信についても同じように 通信制御の機能を提供することができるためです。以上を踏まえてですね、今回構築を行うアップメッシュのネットワークモデルはこちらとなります。このネットワークモデルについてですね、いくつか確認していきたいと思います。まずはメッシュにつきまして、これはですね、ECS と EKS で同じメッシュを利用します。今回はですね、ECS と EKS をまたいだサービス間通信が発生するため、 サービスメッシュの境界がですね、ECS や EKS の中で閉じていないんですね。そのため、ECS と EKS で同じメッシュを利用して、これらのサービスをまたいだネットワークモデルを構築していきます。またですね、特徴的な点としまして、今回はフロントエンドからバックエンドへのリクエストのみでなくてですね、バックエンドから対抗サービスの,バッ,のバックエンドへのリクエストも発生すると。 仮定していますそのためですね、バックエンドサービスと関連付いたバーチャルノートからもバーチャルサービスへのリクエストを許可するように設定する必要があります。ではですね、ここからこのネットワークモデルを実際に構築するための手順について詳細を確認していきたいと思います。今回はですね、次の手順でアップメッシュを導入します。まずはですね、 EKS 側でアップメッシュの導入を進めていきます。今回の手順ではですね、AWS アップメッシュコントローラー 4K というコントローラーを用いてですね、EKS 側のアップメッシュの導入を進めていきます。次にですね、ECS 側でアップメッシュの導入を進めていきます。今回の手順では、マネジメントコンソールから ECS 側のアップメッシュの導入を行っていきます。 最後にですね、もう一度 EKS 側でアップメッシュの設定を行います。これはですね、ECS 側のアップメッシュの導入を行った上で EKS 側で実施する作業があるためですね、それを ECS の設定後に行っているというものです。今回はこちらの手順でアップメッシュの導入を行っていきます。ここでですね、一つご留意いただきたい点がございまして、今回の手順はですね、あくまで ECS および EKS における アップメッシュの導入手順の一例となります。この方法でなければですね、ECS および EKS でアップメッシュが導入できないということはなくてですね、例えば、ここでは登場していませんが、AWS クラウドフォーメーションからアップメッシュのリソースを作成することも可能になっていますので、今回の手順は一例であるという点をですね、ご留意いただければと思います。はい。それではですね、まずは EKS での 導入手順についてご紹介させていただきます。今回の例におきまして、EKS 側での AppMesh の導入手順はこのようになっています。はじめにですね、AWS、App、m e s h Controller 4 k i s をアプリケーションが稼働している Kubernetes クラスターにインストールします。次にですね、この AWS AppMesh Controller f o 4Kids がエンボイプロキシを自動で設定するために、 アプリケーションが稼働しているネームスペースリソースを変更します。その後ですね、メッシュであったり、バーチャルノードですね、こういったアップメッシュリソースを作成したりだったりとか、サービスディスカバリーのために AWS クラウドマップの名前空間を作成したりとですね、作業を進めていきます。最後にですね、アプリケーションデプロイメントリソースを更新して、エンボイコンテナをポットに追加したところで、最初の EKS 側での作業は完了となります。 ここまでの手順を実施して作成される AppMesh のネットワークモデルは右の図のようになります。それではですね、EKS 側の導入手順について一つずつ確認をしていきたいと思います。最初の手順ですね、AWS AppMesh Controller 4Ks のインストールを行います。ここでですね、お知らせがございまして、ここからのスライドではですね、スライドの右上、 ですね、こちらで現在の手順までにネットワークモデルをどこまで構築したかという内容をです、ね、小さい図で恐縮ではございますが各スライドで掲載しています本日ですね紹介する例は手順が多くてどこまで実施したのか分からなくなる場合もあるかと思いますのでその場合適宜ですね右上の図で進行状況をご確認いただければと思いますそれでは内容に戻りたいと思います AWS AppMesh Controller 4K のインストールでは次のような前提条件があります。1点目ですね、Kubernetes クラスターのバージョンは1.13以上であることを確認してください。2点目ですね、AWS AppMesh Controller 4K のコントローラーに対して、AppMesh 及びクラウドマップを操作する権限が付与されていることを確認してください。具体的にはですね、スライドに記載のあります2つの 管理ポリシーをアタッチした IM ロールを作成していただきまして、アップメッシュコントローラーがデプロイされるワーカーノードの IM ロールか、もしくは、ね、IM ロールズ4サービスアカウンズで権限を付与するように設定していただく必要があります。先ほどの前提条件を満たした上で,です、ね、AWS アップメッシュコントローラー4ケー K8s のインストール手順は次のようになります。まずですね、 こちらの AWS a p p m e s h c o n t r o l l e r 4 k i のインストールに利用するリポジトリをヘルムに追加します。次にですね、AppMesh のリソースを定義するためのカスタムリソースディフィ c e d e CRD ですね、こちらをリソースに追加します。次にですね、AppMeshController を実行するネームスペースリソースを作成します。最後にですね、 こちらのアップメッシュコントローラーのデプロイを行います。こちらの手順でですね、AWS アップメッシュコントローラー 4K2 のインストールが完了しましたので、アプリケーションのポットへのエンポイプロキシの追加であったりとか、CRD に基づいたアップメッシュリソースの管理が行えるようになりました。続いての手順です。アプリケーションが稼働しているネームスペースリソースを変更します。 具体的にはですね、このネームスペースで稼働しているアプリケーションを用いて構築するネットワークモデルのメッシュの指定とサイドカーインジェクターの有効化を行います。このサイドカーインジェクターとは何かというとですね、エンボイプロキシの追加やエンボイプロキシを利用するための設定をですね、アプリケーションのポットに自動で追加してくれる機能のことです。このサイドカーインジェクターを利用することでですね、 ポットやデプロイメントリソースのマニフェストを変更することなく、エンボイプロキシが利用可能な状態で、ポットをデプロイすることが可能となります。ここでですね、サイドカーインジェクターについて補足させていただきます。現在、このサイドカーインジェクターには3つのモードがありまして、サイドカーとしてエンボイプロキシを注入するかどうかを制御することができます。これはですね、先ほどお見せしたように、ネームスペースのラベルで 設定するか、もしくは p o トのアノテーションで設定を行います。ではですね、この3つのモードについて確認していきます。まずはですね、Enabled モードです。これは何かといいますと、サイドカーの追加が自動で行われるモードです。この際ですね、POT に関連したバーチャルノード、またはバーチャルゲートウェイが設定されていない場合ですね、POT の起動に失敗します。 次にですね、ディセーブルドモードです。これはですね、サイドカーの追加処理がスキップされるモードです。このモードの使いどころといたしましては、例えばですね、ネームスペースとしてはイネーブルドモードなのですが、特定のポットにはエンボイプロキシを注入したくない。そういった場合にですね、利用できるかと思います。最後はですね、アンスペシファイドモードです。これはですね、ポットに対応するバーチャルノード。 またはバーチャルゲートウェイが設定されている場合、サイドカーが追加されるモードです。今回の手順ではですね、ネームスペースのラベルでエネイブルドモードに設定することで作業を進めていますが、実際にご利用される際はですね、ご要件に応じてこれらのモードを使い分けていただければと思います。続いての手順です。アップメッシュのですね、メッシュリソースを作成していきます。 今回ですね、E ケースにおけるアップメッシュの導入手順では、アップメッシュのリソースは手順1で導入したアップメッシュ用の CRD を用いてですね、Kubernetes のリソースとして定義をしていきます。例えばですね、この手順で作成するメッシュリソースのマニフェストはスライド右側の図のようになります。ここでの特徴といたしまして、ネームスペースセレクターですね、こちらで先ほど変更したネームスペースに追加したラベルを 設定しています。これはですね、メッシュのメンバーとなるリソースが所属しているネームスペースをここで指定しています。続いてですね、クラウドマップの名前空間の作成を行います。今回の手順ではですね、バーチャルノードのサービスディスカバリーにおきまして、EKS、ECS、ECS、どちらの手順でもですね、クラウドマップを使用しています。クラウドマップへの登録次第はですね、 AWS App Mesh Controller 4Ks のコントローラーが自動で行ってくれますので、それを意識する必要はないのですが、クラウドマップの名前空間だけはですね、事前に作成しておく必要があります。そこで本手順ではですね、次のように AWS CLI のコマンドを用いて、クラウドマップの名前空間を作成していきます。次の手順です。バーチャルノードの作成を行います。今回の手順ではですね、 スライド右側の図のようなマニフェストを用いてバーチャルノードを作成していきます。それでは設定内容について確認していきます。まずはですね、スペクトとリスナーズですね。これはバーチャルノードが受信するリクエストの設定を行います。すなわちですね、バーチャルノードと関連付けられている実際のアプリケーションのリクエスト受信設定をここに定義します。 この例ではですね、80番ポートで HTTP を受信するように設定が行われています。次にですね、スペクトとサービスディスカバリーですね。これはバーチャルノードと関連付けられている実際のアプリケーションのサービスディスカバリーの情報を記述します。バーチャルノードとアプリケーションはですね、エンボイプロキシの実行時パラメータで関連付けられていますが、アップメッシュの ネットワークモデルに従ってですね、リクエストをルーティングするためには、実際のアプリケーションがサービスディスカバリーで検出可能である必要があります。この例ではですね、サービスディスカバリーとしてクラウドマップの情報を利用するように設定されています。クラウドマップの設定としてはですね、先ほど作成した名前空間を指定しまして、クラウドマップのサービスとしては、e、EKS-Frontend これを利用するように設定が行われています。 次の手順はですね、バーチャルルーターの作成です。この手順ではですね、バックエンドサービスのバーチャルノードに対してリクエストをルーティングするバーチャルルーターを作成していきます。それではですね、設定内容を確認していきます。まずは、スペックドットリスナーですね。これは、バーチャルルーターが受信するリクエストを設定します。先ほどのですね、バーチャルノードでも同じような設定項目がありましたが、 バーチャルノードの設定はですね、実際のアプリケーションのリクエスト受信設定だったのに対してですね、バーチャルルーターの設定はロードバランサーとしてのリクエストの受信設定になります。この例ではですね、80番ポートで HTTP を受信するように設定が行われています。続いてですねスペック、spec.reuse。これはバーチャルルーターのルーティング情報を設定します。これについてはですね、次のスライドで詳しく見ていきます。 ルーティングの設定についてですね、この例をもとに確認していきます。まずはですね、h t t p ルートこれはですね、バーチャルルーターで、http のルーティングを行うために設定しています。この例ではですね、http を利用していますが、他にも http2 であったり、grpc のルーティングも設定することができます。続いてですね HTTP ルート、http-root.match。これはですね、 ここで処理を行うリクエストの設定を行っています。最後にですね、http-root.action ですね。これはマッチしたリクエストの転送先となるバーチャルノードの設定を行います。この例ではですね、一つのバーチャルノードのみを設定していますが、複数のバーチャルノードを設定して、それぞれにウェイトを指定してですね、リクエストを分散することも可能となっています。 続いて、バーチャルサービスの作成です。こちらもですね、設定内容を確認していきます。まずはですね、spec.awsname ですね。これはバーチャルサービスの実際のリソース名を指定しています。この属性をですね、明示的に指定しない場合は、アップメッシュコントローラーがリソース名を自動で設定してくれるのですが、ここではあえて明示的に設定しています。その理由についてはですね、次のスライドで説明します。 次はですね、spec.provider ですね。これはバーチャルサービスのリクエストの転送先を設定しています。この例ではですね、先ほど作成したバーチャルルーターを転送先に設定しています。ここでですね、先ほど少し触れましたバーチャルサービスのリソース名について補足させていただきます。アップメッシュのネットワークモデルではですね、通信先のアプリケーションにリクエストを送信する際には、バーチャルサービスの名前を利用して リクエストを行います。そのためですね、アップメッシュではバーチャルサービスの名前と実際のアプリケーションのサービスディスカバリーの利用する名前をですね、揃えることを推奨しています。これはなぜかというとですね、アップメッシュの導入前後で既存のコードを変更する必要がなくなるからなんですね。その理由を説明するために一つ例を見ていきたいと思います。このようにですね、サービスディスカバリーを利用して別の アアアププリリケーションにアクセスししているるがあるとしますこのアプリケーション間の通信にですね、App メッシュを導入するのですが、この際にバーチャルサービスのリソース名と実際のアプリケーションのサービスディスカバリー名を揃えたと仮定します。するとですね、スライドの右側の図のように、今まで利用していたサービスディスカバリー名をそのまま利用してですね、バーチャルサービスへアクセスが行えています。 このようにですね、既存のコードを変更する必要がなくなるため、バーチャルサービスの名前と、実際のアプリケーションのサービスディスカバリーに要する名前をですね、揃えていただくことを推奨しております。はい。それではですね、手順の方に戻りたいと思います。続いてはバーチャルノードの更新です。手順5で作成したバーチャルノードに対してですね、バックエンドの設定を追加していきます。こちらのスペック b ッ c k e n d ではですね、 バーチャルノードがリクエストを送信するバーチャルサービスを設定します。ここでですね、バックエンドとして設定することで、バーチャルノードはバーチャルサービスに対してリクエストを送信することができるようになります。この例ではですね、先ほど作成したバーチャルサービスのリソース名を設定しています。ここでのポイントとしまして、バーチャルサービスの実際のリソース名ではなくてですね、Kubernetes リソースとしての バーチャルサービスのリソース名を設定している点に注意してください。はい、次はですね、EKS での最後の手順ですね。アプリケーションを管理しているデプロイメントリソースを更新します。この手順ではですね、ポットにエンボイプロキシを導入するためにローリングアップデートを行っています。このエンボイプロキシの追加はですね、App Mesh コントローラーが自動で行ってくれますので、デプロイメントリソースのマニフェストを更新する必要はありません。 ここまでの手順がですね、正常に実施できていれば、このローリングアップデート後に、ポットへエンボイプロキシが追加されている様子が確認できるかと思います。はい、以上ですね、EKS における最初のアップメッシュの導入手順について説明いたしました。この時点でですね、EKS 側のネットワークモデルは構築できているため、EKS のフロントエンドのサービスからバックエンドのサービスへのリクエストはですね、アップメッシュによって 制御される状態を作れています。それではですね、引き続きアップメッシュの導入を進めていきます。次はですね、ECS でのアップメッシュの導入手順について確認していきます。今回の例におけるですね、ECS 側でのアップメッシュの導入手順はこのようになっています。ECS 側の手順ではで、e、すね、EKS と同様にバーチャルノードやバーチャルサービスなどのアップメッシュと コンンポーネントの作成を行いますここでのポイントとしてですね、メッシュの作成手順がないことに気づかれた方もいるかと思います。これはですね、先ほどご説明させていただきましたように、今回 ECS と EKS をまたいだサービスメッシュを構築するため、メッシュを EKS と共有しているからなんですね。そのため、ECS 側の手順では、EKS の手順で作成したメッシュの中にネットワークモデルを構築していきます。 こちらの手順でですね、アップメッシュのリソースの作成が完了した後は、アップメッシュを利用するためにタスク定義の更新を行います。最後にですね、アプリケーションが稼働する ECS サービスを更新して、エンボイコンテナをタスクに追加したところで ECS 側の作業は完了となります。ここまでの手順を実施してですね、構築されるアップメッシュのネットワークモデルは、スライド右側の図のようになります。 それではですね、ECS 側の導入手順について一つずつ確認していきたいと思います。はじめにですね、今回の手順においてアプリケーションが稼働する ECS サービスにおける推奨事項について説明します。AppMesh の導入を行う ECS サービスではですね、サービス検出の統合、これが有効になっていることを推奨しています。これはなぜかというとですね、 バーチャルノートと関連付けられた実際のアプリケーションはサービスディスカバリーで検出できる必要があるためです。こちらですね、例えば自前の仕組みをご用意いただきまして、サービス検出の統合と同じ機能をですね、実装することが可能ではあるかと思うんですが、実装や運用のコストが大きく発生してきますので、運用面からですね、サービス検出をご利用いただくのが良いかと思います。 ここでの注意点といたしまして ECS サービスの作成後後からですねこちらのサービス検出の設定を変更することは現状はできないようになっていますそのためですね既存の ECS のサービスでこのサービス検出の統合が有効になっていない場合サービス検出の統合を有効にした同じようなサービスをですね既存のサービスの横に作成していただいて移行を行っていただくのはですねアップメッシュの導入に一手間 必要だという点をご認識いただければと思います。はい。それではですね、手順の方を確認していきます。最初の手順ですね、バーチャルノードを作成します。ECS 側の手順ではですね、マネジメントコンソールを利用して、アップメッシュの導入を進めていきます。こちらですね、スライド右側のスクリーンショットのように、必要な情報を入力して、アップメッシュのリソースの作成を進めていきます。 ここでですね、設定値について見ていきたいと思います。まずですね、サービスの検出方法。これについては EKS 同様に AWS クラウドマップを選択しています。名前空間とサービス名の項目につきましては、これはですね、アプリケーションが稼働している ECS サービスで設定されたサービス検出の情報を入力していきます。続いてですね、リスナー設定です。 これはバーチャルノードが受信するリクエストの設定を行います。この例ではですね、80番ポートで HTTP を受信するように設定が行われています。ここまでですね、入力いただきましたらバーチャルノードの作成を行います。続いての手順ですね、バーチャルルーターの作成を行います。スライド右側のですね、スクリーンショットのように必要な情報を入力していきます。ここでですね、EKS 側での バーチャルルーターの作成時のパラメータとですね、こちらのスクリーンショットの設定値が異なることに気づかれた方もいるかと思います。具体的にはですね、バーチャルルーターが持つルートの設定がここには表示されていません。その理由についてはですね、次のスライドでご説明します。続いての手順ですね、ルートの作成を行います。アップメッシュではですね、ロードバランサーであるバーチャルルーターと 実際のルーティング情報であるルートはですね、別のリソースとして管理します。そのためですね、マネジメントコンソールからアップメッシュのリソースを作成する場合は、バーチャルルーターとルートのそれぞれで作成を進めていきます。先ほどのですね、バーチャルルーターの作成画面で設定項目としてルーティング情報がなかったのはこのためですね。では、ルートの作成を見ていきたいと思います。こちら、ルートタイプはですね、 このルートでルーティングに利用するプロトコルを指定しています。この例ではですね、HTTP を指定しています。続いてターゲットですね。これはこのルートがリクエストを転送するバーチャルノードを設定しています。この例ではですね、単一のノードのみを指定していますので、ターゲットのオンイにかかわらず、リクエストを振り分けられる割合が100%になっていることが確認できます。ここでですね、 EKS 側の手順ではどのタイミングでルートが作成されていたのかを補足させていただきます。EKS 側でですね、バーチャルルルーターの作成を行いましたが、実はですね、バーチャルルーターを作成する際にルートも一緒に作成されていました。右の図はですね、EKS で使用したマニフェストです。このマニフェストにおけるオレンジ色の枠の部分がですね、バーチャルルーターの定義、緑色の枠の部分がルートの定義に該当しています。 バーチャルルーターカスタムリソースを作成した際はですね、この定義内容に従って、バーチャルルーターとルート、それぞれの作成が行われていたという挙動になります。続いてですね、バーチャルサービスの作成を行います。こちらもですね、設定値を見ていきたいと思います。まずはですね、仮想サービス名につきましては、これは実際のアプリケーションのサービスディスカバリー名を設定してください。これはですね、 先ほどもご説明させていただきましたように、既存のコードを変更することなく、バーチャルサービスを利用することが可能となるためです。続いてのプロバイダーですね。これはバーチャルサービスのリクエスト転送先を設定してください。ここでは先ほど作成したバーチャルルルーターを転送先として設定しています。次の手順ですね。バーチャルノードの更新を行います。ここでの更新作業としましては、バーチャルノードにバックエンドの 追加を行っていますスライド右側のスクリーンショットのようにですね、先ほど作成したバーチャルサービスと、それと、ね、EKS 側で作成したバーチャルサービスもバックエンドに追加します、はい。続いてですね、アプリケーションのタスク定義の更新を行います。マネジメントコンソールからです、ね、タスク定義を更新する場合は、スライド右側のスクリーンショットにございますように、サービス統合の セクションでをで、ね、を利用すするための設定を行いますこの設定内容について見ていきたいと思います。はじめにですね、項目の一番上にあります、アップメッシュの統合の有効化、これをチェックします。するとですね、スクリーンショットのように、アップメッシュのリソースであったりとか、エンボイイコンイメージですね、そういったものを入力する項目ができますので、ここにですね、これまでに作成したバーチャルノードを設定していきます。 ここでですね、こちらのエンボイイメージという項目なんですが、これはですね、お客様にエンボイイメージをご用意いただく必要はなくてですね、アップメッシュがエンボイイメージ提供しておりますので、それを利用するように設定を進めていただければと思います。続いてですね、プロキシ設定のセクションです。これについてはですね、先ほど入力したサービス統合のセクションを適用することでですね、このプロキシ設定のセクションはスクリーンショットのように自動で 設定された状態となりま,すまたですね、サービス統合のセクションを適用することで、タスク定義におけるコンテナの定義にエンボイコンテナが自動で設定された状態となります。そのためですね、アップメッシュとの統合以外に変更する項目がなければ、タスク定義の更新作業はこれで完了となります。はい、続いて ECS での最後の手順ですね、サービスの更新を行います。 ここではですね、先ほど登録したタスク定義のリビジョンを利用してサービスの更新を行います。サービスの更新の実施後ですね、タスクにエンボイコンテナが追加された状態となります。はい、以上ですね、ECS におけるアップメッシュの導入手順について説明いたしました。ここまでの手順でですね、ECS 側のネットワークモデルの構築と ECS から EKS へのアクセス許可が完了している状態となります。 それではですね、今回のシナリオにおける最後の手順ですね、e、EKS 側のバーチャルノードの更新を行っていきます、e。EKS 側のバーチャルノードの更新作業としまして、バックエンドに ECS 側で作成したバーチャルサービスを追加していきます。この時、ポイントとしまして、ECS 側のバーチャルサービスは ARN で指定する必要があるという点に注意してください。これはなぜかというとですね、 EKS 側のバーチャルサービスは Kubernetes リソースとして存在しているので、こちらのカスタムリソースから参照することができるんですが、ECS 側はですね、Kubernetes リソースとして存在しませんので、このようにですね、ARNN で指定する必要があります。この際ですね、バーチャルサービスの ARN につきましては、以下のようなですね、AWS CLI のコマンドで取得することが可能です。 この手順をもってですね、今回のシナリオにおけるアップメッシュの導入手順がすべて完了しました。それではですね、今回実施したアップメッシュの導入手順について改めて整理したいと思います。今回の例ではですね、e、EKS では AWS アップメッシュコントローラー4ケースを用いてですね、アップメッシュの導入を進めてきました。アップメッシュのコンポーネントをですね、Kubernetes リソースとして定義したりであったりとか、エンボイプロキシを ポットに追加するサイドカーインジェクターの設定などですね、この AWS アップメッシュコントローラー4 k ーを利用したアップメッシュの導入手順についてご理解いただけたかと思います。またですね、ECS ではマニジメントコンソールからアップメッシュの導入を進めてきました。特にですね、ECS のコンソールでタスク定義の更新を行う部分について、アップメッシュの統合をどのように設定するのかをイメージを持っていただけたのではないかと思います。 最後にですね、改めて、アップメッシュ導入後のサービス間通信の状況について確認していきます。アップメッシュの導入以前に懸念されていた課題につきまして、まずアプリケーションコード変更についてはですね、これはエンボイプロキシ側に通信制御のための機能を分離することができましたので、アプリケーション側の変更は最小限に抑えることができました。またですね、対抗サービスの結合度については、 実際のルーティングの設定は、アップメッシュのネットワークモデルで制御可能になっていますので、対抗サービスの状況に依存しない形にすることができました。すなわち、アップメッシュの導入によって、アプリケーションが通信制限の要件だったりとか、他のサービスからですね分離された状態を実現することができました。以上、具体的な例を用いまして、アップメッシュの導入が何を解決するのかという点と、 アップメッシュの導入手順やネットワークモデルの構成についてですね、ご説明させていただきました。それでは本日最後のトピックとしてですね、アップメッシュの利用料金についてご説明いたします。アップメッシュの利用料金につきまして、アップメッシュ自体にですね、追加料金はありません。しかしながらですね、アップメッシュを利用するためには、アプリケーションのプロキシとしてですね、エンボイプロキシを 動かしていただく必要がありますので、それに必要な AWS リソースについては料金が発生します。またですね、AWSXRay や Amazon CloudOut6 などですね、アップメッシュを他の AWS サービスと連携させて利用する場合は、その連携先のサービスに関して料金が発生いたしますので、そのようにご認識いただければと思います。それではですね、本日のセッション内容のまとめです。 本日はですね、具体的なシナリオの例を用いまして、アップメッシュの導入によって、サービス間の通信に一貫した通信制御の機能が提供されたり、アプリケーションが通信要件や他のサービスから分離された状態を実現できることをご説明しました。またですね、シナリオの例を通じて、アップメッシュのネットワークモデルの構築例だったりとか、ECS や EKS における具体的な導入手順についてご説明しました。 本セッションがですね、アップメッシュの導入を検討されているお客様にとって参考になりますと幸いです。ここでですね、アップメッシュを実際にお試しいただく際に利用できるコンテンツについてご紹介いたします。まずはですね、AWS アップメッシュワークショップ。こちらはアップメッシュの機能とですね、その利用方法をご理解いただくためのワークショップとなっています。またですね、AWS アップメッシュエグザンプルズというリポジトリを AWS が公開しています。 こちらですね、活用例ごとに様々な検証手順が提供されていまして、例えばクロスアカウントの利用や GRPC のルーティングの設定手順などを確認することができます。実際にですね、手を動かしていただくことで理解が深まる場合も多いかと思いますので、ご興味のある方はぜひ触っていただければと思います。はい、続いてあの QA に関してなんですが、こちらですね、大変申し訳ございませんが、本日お時間が迫っておりますので、 頂戴したご質問につきましてはですね、後日 AWS ブログにて回答させていただければと思います。最後にですね、今後のブラックベルトオンラインセミナーの配信予定についてですね、ご案内させていただければと思います。本日はアップメッシュディープ d イ v e と題してセミナーを実施させていただきましたが、10月もまだまだ多くのブラックベルトオンラインセミナーが予定されています。興味のあるセミナーがございましたらですね、ぜひご参加いただけますと幸いです。 続いてですね、11月のブラックベルトオンラインセミナーの配信予定についてもご案内させていただきます。こちらについてもですね、ご興味がございましたらぜひご参加いただければと思います、はいえ。本セッションの発表はですね、以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。またですね、本セッション終了後にアンケートが表示されますので、ぜひご協力いただけますと幸いです。